Welcome to Dorstar! Hi, I'm Imogen. Today we're gonna practice Japanese listening using drawings with Inowakamaru Sensei! Let's go! 頑張っていきましょう! Doubutsu Inu Hello, Martin. How are you doing? I have, like, no artistic talent, so... Oh my god. Hi. 5, 4, 3, 2.1タイムアウト。はい、じゃあ見ていきましょう。かわいいですね、のぐりさん。ローマ人さん、それなんか凶悪ですね。なんか、ケルベロスって感じしますね。スープさん、うまいですね。ちゃんと犬ってわかりますね。では、動物、ゾウ。そう。え？そう？え？どう？どう？うん。5、4、3、2、1、タイムアウト。はーい。それでは、見ていきますよ。よいしょ。あー、フィノグリさん、よくご存知で。はい。それが、ゾウです。さて、ローマ人さん、動物ですよ。動物。家でしょ、それ。グッドじゃないよ。ジェルさん、ジェルさん、それ。書いたよね、それ。動物、キリン。ああ、キリン。え？キリン、キリン。キリン。ああ、わからない。はい、5、4、3、2、1、タイムアウト。では、見ていきましょう。フノグリさん、もう何でも知ってますね。ちょっとずんぐりしてますけど、合ってますよ。ローマ人さん、なんでグッとしてるんですか？この人間は。グッとじゃないよ。と同じことやってもダメですよ。セルさん、ご存知ですか？キリン。絵を描くコツ、ま、とりあえずその動物の特徴、何、ちょっと、喋ってんだよ。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.